トーテンコップはドイツで伝統的に用いられているサレコーベを傾った紋章である。現代では特にナチスドイツ時代の新兵隊の傍章として知られている。この言葉自体はドイツ語でサレコーベを意味し、かな転写するとトーテンコップフとなる。一般に交差した骨の上に頭蓋骨を置いた海賊旗に似たデザインで知られている。プロイセン王国で使用されたトーテンコップは 骨が頭蓋骨の後ろに置かれて、化学骨がなかった。ブラウンシュバイク広告で使用されていた陶天コップは正面を向いており、骨が頭蓋骨の下で交差していた。ナチス親衛隊が1934年以降に使用した独自の形の陶天コップには化学骨があった。ドイツにおいて最初に陶天コップの気象が使用されたのは1740年にプロイセン王。 フリードリヒビルヘルム一世の葬儀においてだった。棺を運ぶ黒い馬車の装飾に、右向きで、下顎がなく、後ろに骨が交差したサレコ戸ベが、銀モールで刺繍されていた。フリードリヒに生息以後の翌年、第一子のエケーキ兵連隊と、第二子のエケーキ兵連隊は、フリードリヒビルヘルム一世を忍んで軍服の色を、グレーから黒に変えるとともに死を恐れぬ軍人という、意味を込めて、 バズビー棒にサレコーベの気象をつけるようになった。ブラウンシュバイクリューネブルク港及びエルス港、フリードリヒビルヘルムがナポレオン・ボナパルトのドイツ占領軍と戦うべく創設した義勇軍である黒い軍勢は車工房にこの気象をつけた。ブラウンシュバイクのトーテンコップはプロイセンのものを習ったものだが形状が異なり、ドクロは正面を向いており、交差した骨はその下にある。 第一次世界大戦中にも強襲攻撃部隊、火炎放射分献隊、戦車大隊など精鋭部隊が、編隊の象徴として、トーテンコップを基礎に使用していた。戦後も、義勇軍がヘルメットや車両に描いたので、ドイツの街角でよく目にされた。こうした経緯から、トーテンコップは、戦争での勇敢な行為や自己犠牲の奨励を、意味するだけでなく、伝統主義と、反リベラリズム、 ハンボルシェビズムの象徴という右翼的な意味も持つようになった。国家社会主義ドイツ労働者等の親衛隊も1925年の結成時から当店コップの希少を傍子として使用していた。親衛隊はミュンヘンのデシュラー社と契約して科学がない伝統的なプロイセン型当店コップの帽子を製造していた。しかしナチ党政権誕生後の1934年には ドイツ国防軍陸軍でも、戦車、装甲車搭乗員の軍服の襟章として、下顎がない伝統的な形の当店コップを使用するようになった。この際に、区別のため、新衛隊の防潮の当店コップには、下顎が追加されるという変更が加えられた。以降1945年の新衛隊の崩壊まで、この形の当店コップが防潮として使用されている。 新衛隊では、帽子以外にも新衛隊ドクロリングの中央部、探検、騎種用コルゲットのチェーン、メスジャケット、軍機、連隊機、軍楽隊のドラムカバー、トランペットから下げる、バナー、新衛隊名誉リング、新衛隊ドクロ部隊や、第3新衛隊装甲手段、当店コップの襟章、親新衛隊初期の略棒のボタンなどに当店コップの使用が見られる。 ドイツ国防軍陸軍では1934年以降、戦車、装甲車搭乗員がエリ賞として、伝統的なプロイセン型当店コップを使用されていた。その他、第17不評連隊と、第13、第41騎兵連隊では、ブラウンシュバイク型の当店コップが使用されていた。1944年2月1日に制定された、パルチザン総統賞には、 ハーケンクロイツの剣が突き刺さったヒュドラーの下に、トーテンコップのデザインが描かれている。下顎がついており、正面を向いているトーテンコップである。戦後版のパルチザン総統省からは、ハーケンクロイツと共にトーテンコップのデザインが取り除かれている。また、ドイツ以外でもトティンコフは、騎兵の希少として、諸国の軍隊で採用されている。スウェーデン王国では、 騎兵連隊において採用されており、ロシア帝国のコルニーロフ連隊では1917年まで採用されていた。ロシアでは同じデザインの希少はもっと以前から存在し、タタール人生圧のための聖教会武装キリスト教と集団が使用していたと言われている。ありがとうございます。